ロザラムユナイテッドフットボールクラブはイングランド、サウスヨークシャー州、ロザラムをホームタウンとするプロサッカークラブ。2021から22シーズンはエルリーグ1に所属する。1877年にソーンヒルユナイテッドフットボールクラブとして設立。1905年にロザラムカウンティフットボールクラブと名称を変更した。1925年には 1870年創設にされ、同じクロザラムを本拠地とするクラブチームであったロザラムタウンと合併し、現在の名称となった。1961年にはリーグカップで準優勝したが、その後はタイトルから大きく遠ざかっている。06、07シーズンはフットボールリーグ1で戦っていたが、最終的に広角圏内の23位でシーズンを終えたため、 リーグ2に降格した。12、13シーズンは、フットボールリーグ2に所属し、2位となり、フットボールリーグ1へ復帰を果たした。そして2013から14シーズンは4位となり、昇格プレイオフも制し、2004から05シーズン以来のチャンピオンシップへの昇格が決まった。2016から17シーズンは、チャンピオンシップ内で大失速し、 再開をなかなか抜け出さずにいた。そのまま残り6試合を残して降格が決定した。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。